キャベツとツナのスープ煮をします。それでは材料をご紹介しましょう。キャベツ 400g、 ツナ缶1缶、玉ねぎ1個、絹さや12さや、白ワイン 1/2 カップ、スープの素1個、塩小さじ 1/2、 胡椒少々、サラダ油大さじ 1/2 です。玉ねぎは縦千切りにします。でキャベツは芯を取って4等分にします。サラダ油を入れます。玉ねぎを平らにならして、でキャベツを入れます。ワインを入れます。塩を入れます。コンソメをあらかじめ砕いておいて入れます。胡椒、ツナ缶を油ごと入れます。蓋をして弱火で煮ます。絹さやは筋を取って、塩を少し入れて絹さやを茹でます。冷やしてざるに上げておきます。絹さやを入れます。火をちょっと強めて。キャベツのスープ煮の完成です。エネルギー126キロカロリー、塩分 1.5g、 キャベツの甘みとツナの旨味を生かした簡単薄味スープです。手軽にできますので、親子で手作りするのもいいですね。今回は野菜の基準量についてお話しします。1日に必要な1人分の野菜量は 350g です。旬の野菜を取り合わせて、緑黄色野菜 120g、 単色野菜 230g が目安ですが、食事を抜いたり単品料理で食事を済ませたり、外食が多い人は野菜が不足しがちです。野菜は人が健康に生きていくために欠かせないビタミン、ミネラル、食物繊維の元として重要です。しかし反対に、健康に良いだろうと野菜を食べ過ぎてしまうのも問題です。調味料として使う醤油やみりん、砂糖の摂りすぎにつながったり、炒め物やドレッシングなどから油を摂りすぎてしまう場合もあります。野菜は適量を美味しく賢く食べるように心がけましょう。それでは材料をもう一度ご紹介しましょう。キャベツ 400g、ツナ缶1缶、玉ねぎ1個、絹さや12さや、白ワイン 1/2 カップ、スープの素1個、塩小さじ 1/2、 胡椒少々、サラダ油大さじ 1/2 です。春キャベツが店頭に並ぶようになりましたが、まだまだ寒い日が続きます。煮て甘みを増したキャベツをたっぷりいただける熱々スープ、体も心も温まりませんか。野菜中心で寒い冬も健康な生活を送りましょう。来週はジャガイモとほうれん草のピザをお送りします。